こんにちは。いや今日はですね、群馬県草津温泉に来ました。ちょっとですね、昼間早く着いたんで、このね、湯畑を一周してみたいと思います。まあ行った気分になると思いますんでね、よかったら見てください。すごいですねこれ、滝がね、硫黄の匂いがすごいです。めちゃくちゃ暑いです。じゃちょっと一周してみますんでね。いやすげえなこれ、なんか結構いいですね、なんかね、いやもう雰囲気出てますね、岩竹の。いや最高です。こう源泉はね、ここから流れて各ね旅館に温泉として使われてますね。どうでしょうか、行った気分になるでしょうか。10月、今日はね、あの平成、30年ね、10月の、末なんで、いやまだ雪はね降ってないですけど結構いいですよ。ちょっと一周していきますんでね、ゆっくり見てください。いやすごいですね、結構いいです。いやこれ結構面白いですよこれ。結構出てますねこれね。いやすごい源泉のねこれ結構流れてますね。いや結構観光客も、これ足湯もありますねここにね。結構いいですよ足湯、足湯あります。最高ですねこれね。いやいかがでしょうか、観光の気分で。あそこに寺もありますね、お土産回って観光の気分でね、ちょっとあの見ていただければということで、こんな感じです。そうですね、結構すごいですねこれね。ああすいません、もう源泉ですからね、すごい。ああすごいですね。いやもう硫黄でね、この温泉でこの石の色も変わってますねこれね。すごいですこれ、ちょっと一周するって感じで、こんな感じですね。お寺も周りありますね。なんかお寺とかね、あの旅館とかお土産とかこう立ち並んでますね、いい感じで出てますよ。すごいですねこの湯畑、結構ね行った気分になるでしょ。あもういいですよ、最高ですね。皆さんも一度行かれたらどうですか。ここね、セブンイレブンもあるし、いい感じですよ、最高ですね。そこにね、岩竹のあのね一番メインの滝がありますから、よかったら見てください。ここからね、向こうからこう流れてきてですね、ちょうどそこで、ここで出て、ここですね、滝がね、すごいです。ガンガン流れてますね。ガンガン行ってます。ここにね、卵を入れれば、生卵を入れればね、すぐにゆで卵になるというね。最高ですね。結構来た、来てますね、すごい勢いですよ、こんな感じですね。足湯とかもありますよ、いやこれどうでしょうかね、一周してみました、群馬県ね草津温泉。
岩岳一周してきました。いかがでしょうか。ぜひね、行かれたらどうでしょうか。面白いですよ。じゃあまたチャンネル登録よろしくお願いします。見ていただければね、お得情報をどんどん流しますんでよろしく。